いやどうも東海湾のデツヤと虫眼鏡だ。もうね、なんかこう僕のツイッターのアイコンを見てね、なんかえ髪の毛どうしたのみたいなね、そんなリップを送っている暇があったらメインの動画を見てください。見ればわかるから、うん、そういうね、なんかこの動画見ればわかることに関する質問は基本的にね答えませんので、ね、動画を見ましょう。さあ始まりました、東海湾や新年ガブリエルが出るまで課金するよの時間です。言うだけ言ってやらないからね、それ。デツヤ君、ガブリエル出るまで課金するということで楽しみですね。課金したばっかなんだから、で、まあ出るでしょうね。35連できますからね、うん、あ、5連できねえや、34連だ。1個ぶつかっても楽しみですね、はい、まあとりあえずまあパッパと行きましょう。本当にただこれがしたいだけ、うん、待って、普通にあれかも、ボックスがパンパンかもしれない。いけ、皆さんもこれを見てぜひ課金をしてください。音が鳴ってるかわかんないから、スライドショットがいけるかもわかんない。どうだ、頼む。いけ、なんかおまけがね、今回ついてくる。重心流出てくるのは本当に嬉しい。お年玉です。お、すげえ、おまけが。ああ、これね、あの、期待すると止まらないから。これ何、この同じの3個で出てくるの。はい、爆死だよ。もう早いんだけど。爆死が早い。おしご出てる。おお、すげえ、重心流がいっぱい出た。おしご出てないですね、これ。あらー。シンプル爆死。もうやだ、本当に。まあ、さっさと次行きましょう。そうですね。まあ、10連はこういうことある。俺、超重心祭、本当にね、ダメなんだよ。昔、重心祭キラーだ。1年半前に34連。はしごなしだったかな、これ。恐ろしいね。やめようかよ。蝶は俺本当に嫌い。あれ今日って蝶だよ、蝶だよ。蝶は本当に嫌いなんですよ。でも出すと。あ、おまけ毎回出るんだ。これだ。でもこれ出すのがまた、ね、この今年の俺ですから。今年の公開、はい。はい。え、これ何これ、なんでこれめっちゃ出る。今年の10日はもうやんのって言ったの。これやめようか。これで星5出なかったら俺もう本当にもう知らんよ、本当に。本当に知らんよ。うん。20連やってるよ、今、超重心体で。引くのやめよう。30連出ないは、もう、ことですよ、それは。30連星5なしはことだよ。ことって言ったよね。それやばいでしょ、みたいな意味で言って、ことだぞって言うじゃん。マジで勉強になるな。マジで、うん、ことそれことよ、これ。あ、ことじゃダメだ、ことじゃ怒るな。ことじゃダメだ。あけぼの、ことだろ。頼む、ええ、やばくない、さすがに。あ、リボン。え、ゲッセゲセゲセゲセヌーンだけど。バルムンクなんですけど。ゲセんね。まあまあまあ、この4回で出せる。まあ、34回のうちに。シンプルで引いた方がいいっていうふうに言う人もいますからね。そうじゃん、そうすればよかった。後半のやつ、最後の10連とか。普通に引けばよかった。うわぁ、出ちゃった。もう2回目でモーツァルト。星5ですか。もう星5ですよ。いまだに神化してないよ。絶対に使わないシーンから撮ってあるのに。あ、おまけ出るんだ。すごいね。まあ、ケンチ。まあ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 。32連で星52体。うん。まあ、16回に。うん、ここでもう1体ぐらい出ておかないと、ちょっと確率的に今年の俺がやばいから。よし、ストライク、ちょっと来た。はっ、新年早々。んカムイじゃない？っぽいね、見たことないですね、これは。さあ。え、カムイってやつじゃない？カムイだ、カムイだ、出た。33連で3体。11分の1。いいんじゃない、いいんじゃない。よっと。ストライクショット何？ストライクショット。スピードがか。でもまあ、なんかあれだよ、これ。進化カムイかしら。もう、つらじゃった。あ、まあでも。やった。やった。限定ゲームが出ました。カメやばい、やばい、カメが使いすんね。俺の重心流が安売りすんな、それ。やばいやばい、大事にしよう。ちょっと諦めちゃうといけない、逆に。結構2、3ヶ月付き合ってからいけないから、その後に。今後ずっと皆さんもこのね、インパクトに押し流されながらね、慣れちゃうからね。そうそう、なんか前髪すごいことになっちゃった。まあでもガブリエルが出るまでですからね。本当は出てないじゃん。でもカムイ、俺らの知り合いの中で全然いないよね、今のところ。カムイね、どういう人なんでしょうね。なんかちょっと普通のキャラとか違う感じが。さあ、さあいける。星5、星5できてますよ、シングル。ね、これあるよ。なんかあるかもしれない。まあまあまあ、あと1回ありますから。はい、かゆっ。じゃあシートブレーカーですね。はい、一応進化ボール持ってますか、私。はい、いきましょう、ラスト。さあ、ラストにできるのか。お伊勢さん、おめでとうございます。ありました。
開けました。シルフ。シラフ。シラフロード。課金ですかね。シルフロード。まあまあまあ3体。カムイがでかいね。うん。カムイが素晴らしい。まあザワくんが次ザワくんが引いてる間に俺もうさっさと進化させちゃいますわ。ってことで、ですね、俺編でした。バイバイ。さよなら。見せた。さあここでなんとですね、驚愕の時代、今ので重心流がめちゃくちゃ手に入ったからゴストが重心化いたします。よくわかりませんね。というわけでですね、 MC メガネの10連が始まります、はい、よろしくお願いします。早速いきましょう。行け行け、テンポいいこと確定。おお、やりやがった。こいつこれはガブリエでしょ。マジか、ガブったかもしれない。ガブったな。これでじゃあ課金しなくて済むか。そうか、2人で遊べるのか。うん、いけ、ガブレ頼む。ガブレガブレ、おガブりますように。ガブりました、おめでとうございます。なんだこれ、なにこれ、初めて見た。ガブられる側でしょ、絶対。ガブられる、ガブリエルの餌で。ガブレ、来た。ガブりまして、おめでとうございます。ガブババババス、なにガシファだよ、これガシファ。やったガシファエル出ちゃったじゃん、すごいな。で、またこれまさかのプレイヤー。誰？プレイヤー。かわいいですね。え、ルシロは出たらもう当たりだね。もう今の確定王かもしれないけど、もしかしたらドーン、ドーン、すごいピミコがすごいぞこれ。シェアハピパミコ、恐ろしいな。パピコ、うん、うん、ちょっとカムイっぽいよ。ちょっとそれ見せて、それ一瞬ね、誰ですか。そうそうそう、カムイっぽいよちょっと似てないこれ、カムイと形がね、ケイジさん、まあ、実質カムイと言ってる。でもこれはじゃあ大当たり中の大当たりじゃないですか。ルシファーさんと、ピミコ。ピミコじゃん、強っ。ガブリエルは出ませんでしたが、まあ、大当たりということですね。あ、もう一回ぐらい課金しといたら。もう課金はしないけど、まあとりあえずガチャが14残ってて、ちょっとねあれなので、まあ、2つ引いておきましょうか。まあ、これそれはちょっと、キャラを課金しておきます。カムイ育成をする。さあ、来い来い。うん、ジジーコーチュトシミツ。で、トシミツジジーなのさあ、最後の1回。さあ、いけ、いいな、確定はさすがにいいな。てか、ヒミコとルシファーってやばくない。すごいね、すごい。ああ、まあそんなたわいもないこと知らずに僕のカムイが進化いたしました。それってどういうあれなのかちょっと教えてください。これはアンチ重力バリアと、これはアンチ重力バリアと友情コンボ×2、そして、ゲージでワープですね。友情コンボ ×2 っていうのはだから、つまり2回当たった時に2回出るよってことなんですかね。落雷、いやもう単純に友情コンボが、まあ、2倍出ると。だからでもさ、うん、2倍出る、あ、2回当たんなきゃいけないのかな。だってレーザーがさ、1本のレーザーが2本出るっていうのに目視できるか、同じ瞬間に。でもレーザーはだってあれじゃん、キャラに当たるとキャラがちょっとずれるから3本が出るときわかるよ。あー、そういうことか。これ落雷だからまあわかりやすいでしょうね。6発。自分の友情バリアが2回出るの。自分でこれ、他の人は。え、自分だよね。え、他の人はかな。自分のやつなんでてもしょうがなくない。あ、そういうこと。いや、わかんない。まあ実際使ってみてってことですかね。試しに、まだ実施します？はい、はい、じゃあちょっとカムイ使ってみた動画に切り替わりましたね、ここで。だってこれ、なんだろう、加速が2回ってことはめっちゃ良くなってことだね。そうなのかな、だとしたらすごいよね。いえ、カムイだけやったら走り回るってこと。そういうことなのかな。え、もうちょっと疲れた。あー、ダメだからね。ちょっと待って、ほんと真剣にやりたい。ちょっとダメ、ほんとダメだよ。ちょっと場所変わろう。ああ、また場所変わろう。これかぶればいいから。それで切り誰かわからないかな。はい、あなたよ。どういう感じですか。ね、安売りだよ、坊主も。僕の友達の安売りや。あー、見てなかったよ、全然。何が何だったんだ。これ、あれですか、蘇生ワープですか。蘇生ワープは、ね、蘇生。ひたすらに蘇生。うん。とりあえず、まあ、ランダムで当たるのを待とう。戻ってこい。もうちょっと。うん。1、2、3、4、5、6。え、なんか多分6発ぐらいしか出てないよね、今。うん。じゃ、だから、カムイさんが他の人に2回当たってみよう。あ、カムイが当たった時か。うん、もうちょっと待ちましょう。うん。はい、頑張って。今日はきっと普通にこのパーティー強っ。
バカバカ。あ、でもここカムイすごい、うん、イザナミからレーザーが何本出るからね。そうですね、レーザー2通り出るとか2周分出るか、普通に6本出たらやばいよっ。あー、レーザーバリアが何もわからなかったもうカムイのターンになるまでこの街っていうのが辛い。カムイの番早回しできるの落雷が、まあでもこれは多分反対だ。レーザーバリア出るのは2ランジダメじゃないんだろう。そんなに別に使える、わからんですね、結局よくわかんない、わかんないなうん、さあ、カムイさんに当たりやすい、おお、あれ今2回出なかった、ダラーンダラーンってなかった、うん、ちょっと見てなかった。6発出た気がするよ今ですよね皆さん、ちょっと欲張って反射レーザーめっちゃ出てみよう。ここめっちゃ強そう、分からない、クリティカルした、おー強い毎一文字すぎて分からなかったちょっと1回カムイに当たってみて、多分だけど6発出るよ。うん、が多すぎてわからん、うん、雑魚的がない。でもカムイ使ってみて強い、今横感がスピードアップと反射レーザーが完璧すぎてわからなかった。よいしょ、やめやめ、上倒せなかったよくわかんないな。なあ。おお当たる。あ、でも12発ぐらい出てるでしょ絶対。すごいな。頑張った。なんか出てそうですね結局。え、この落雷がいっぱい出る。ただ？落雷がなんか出てる気がする。気がするよ。だったら落雷にすればいいじゃん。落雷。いやこれ進化の。ああそういうことか。ストライクショットもちょっと見たくもある。うん、そうだ。あー、届かん。うん、うん、うん。うん。横感じゃん。皆さん、ジャニーズのカウントダウン見ましたか？そんなね、見る人いないでしょ。あれ見なきゃだめだ、なんだその話は。どういうことだ。てか普通にこれ録画したやつをなんかスローモーションにすれば分かる、普通に分かる気がした。充電が、パソコンの充電がやべえ。早く終わろう、こんななんで作るやってんの、いらないんだけど。持ってないの。え、そうなの。めちゃめちゃ普通のすくみチャレンジじゃん今まさか1本が2本になる可能性がある。ここから変わったの。だったらもうちょっとちゃんと喋った方がいいね。まあ、ある程度なんか説明しながらやって。この上の恐竜は一番低いんじゃないですか。何ですか。これはティアモトのヤフダですね。うん、よくわかりませんねこいつがザコを毎回蘇生させるので、ザコを倒しながら上にじわじわとダメージを与えていくという形で。なんとやばいよ、やばい。坊主と顔出し NG ってやばいから今この絵が坊主がエグいんや、逃げ出すんだなんでちょっとしんどいよ。よっ、反省の意味がこもってないけど思われるかもしれないけど、そうではないから。してよいしょ。あんまりこう俺がふざけて坊主出てると坊主の人に逆に申し訳ないから。坊主をね、そのネタにするのはどうだろうとかあるから。だから俺は坊主の人への敬意を表して面を通っていく。あ、2回出るの。出た。うん、やっと分かった。ここまで来てやっと分かりましたね。ボスにたどり着くまでかかってしまった。つまりなんかでもカムイ2回当たらんていうか。あ、そうなの。いや、わかんない、ちょっと今適当に言ったかもしれない。でもまだスローモーションに確認しましょう。まあそうだね。つまりカムイの友情、カムイに当たるとカムイの友情が2回出る。
だからアビロックされてたら神の湯ジョコンは一回かかってことですね。神に2回当たれる、2回あ、ほんとだ、今なんかそんな気がした。取ったんだけど、今回当たった気がする。戻ってきたわ、だってそういうことなのかな。まず1回、だからなんかあれだよ、雑に当たった方が多分2回当たった方が分かりやすい。1回当たって、もう1回当たれ、もう1回カムイ、カムイ、惜しい。カムイのめちゃくちゃ詳しいです。カムイ2回当てるっていうなんか新しい遊びがあってね。やばい、こっちの容量もあと4分だ。横すぎるとあれなんだ、2回すぐに当たっちゃうから分かりにくい。ってことでカムイだ。これも横風倒しちゃってるか、攻撃力ブーン、これ攻撃力ダウンっていう技をしてくるわけですね。スクロミはちょこちょことしていく。あ、貫通タイプなんだ、今知ったけど。貫通なんですね、なんと倒しきれなかった、これはまずい。カメオが真横間で倒しちゃうという手が割と真横かと。いやー、やばい、痛い、これは本当に痛い。まあこれで倒せるんじゃないでしょうか。さすがにね、危ない危ない。新月にはまだ早い。これハジですからね、まだ走れないっけ。今回はまだ、あ、まあ2回ハジです、3回か。これはあれなんです、スキューム倒してすぐ次行くの、あの雑魚は。そう、うん、ここはね、下の左下の木山を何としても毎回倒してる。毎回そんな簡単に倒れる。弱点を3回で見れば、あ、頑張って、おー、いった、素晴らしい。でも上のシールドが壊れてないからね、下の3体中2体でした。シールドを復活させてくれるわけですね。そう、だからシールドを復活する流れをなんとか作ってあげたいわけなんだけど、難しい、この位置。シールドも復活するの。そう、なかなか、あー、まあ、そう。お、なぜかレーザーがシールドに当たった、ラッキー。ね、電池切れちゃう、やばい。あ、ほら来た、今これいい流れ。どうしたの。全部ぶっ倒して。全部、うん、全部ぶち壊す。全部って何を。シールドと敵にタコ、それ絶対無理、向いちゃう。ねえ、下手くそなんだよな。下手くそって言われ、確実に今分かったことでしょうね。東海エンは下手くそなんじゃないのってよく言われますけど、確実に僕には当てはまりますからね。そうなんですね、東海エン全体で言われるとちょっと難しいですね。これ単純に弾き点使わないと。よいしょ、これでもう結構シールド2個取られてる、やばい。あ、じゃあシールド壊して、こっちあと2分しか取れなくて、でパソコン電池あと 4% で本当にやばいよ。めちゃくちゃスピード、リアルスピードクリアがちょっと求められている。あと2分だよ、2分だよ、早っ。もっと殴って、やばい、使っちまいたい、使っちゃっていい気がする。使おう、絶対に弱点当てるのだった。あー、くそ、こいつは無理だ。動かしてどうなるの。こいつはなんかダメボとか出してくるからめんどくさい。こういうとこってダメだ、めんどくさいからめんどくさい。よいしょ、いけ、どんどん攻撃しよう。やばいよ、あと1分だ。どうする。もういろいろ無敵じゃない、攻撃しよう。今のやつだとシールドに何回もカンカンしちゃうし、今来るのだとちょっともったいないのね。ちょっとそろそろやばいな、そろそろやばいぞ。あー、これでいいのが違うコースな気がする。あー、ゲームのヒットもいろいろ考えるな。いや、スピード、おお、さあ、怖い、やりそうなことが出て負けたりしたら絶対に何か言われる。30、もうひたすらに攻撃、ひたすらに投げれ、まあ、してなんす、いいぞ、いけ、なあ、でもこれで絶対に突破しましたね、カメで。やばい、あと 0%、 ちょっとこっちの画面が終わって、あのこっちだけになるかもしれないけど許してください。真っ黒じゃん。やばい、カメのストライクショットでちょっと感動してください、多分強いから。はい、突破、早く、もうウリエル速攻使おう、すぐ使おう、一瞬で一気、あー、そう、うん、いける。もうこのイザナミとカムイに向かって打ちましょう、うん、急いでーず、やばい、こっちも 3%、 やばい、早く、スライクショット、スライクショット、スライクショット、
おやーけっあーあーあーやーばい残ってるカムイ当たれ当たれカムイ当たったおお偉すぎるカムイが素晴らしい、うん、カムイまで回せカムイまで回せ頼むから左下におしいいぞこれだったらカムイに当たれるやばい電池が切れるのが本当に時間もないすぎるいけっ頼むよどりゃ